うつ伏せに寝てスマホは顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横についてぐっと上半身起こします。腹筋のストレッチです。腹筋が伸びる感覚あれば OK です。腰が痛い方はこんな感じで肘をついてちょっと顎を持ち上げる。これだけでもね、腹筋が伸びると思います。呼吸は止めないようにしましょう。で、この動画ではね、痩せた視聴者さんのコメントをこうやって画面上で紹介しながらどんどんやっていきます。なのでね、モチベーション保ちながら最後まで完走できるようになってますので、一緒に最後まで頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。腹筋伸びてれば OK です。よし、 OK。 そしたら次、プランクです。肘と膝ついたままお腹だけ持ち上げます。で、目線はおへその方を覗き込むイメージで、わざと腰を丸めるとお腹に効いてきます。腹筋使う感覚ありますか？呼吸止めないようにしましょう。ちょっときついよって方は肘を手前の方、自分の体に近づけるとだいぶ負荷が減ります。腰をね、しっかり丸める、わざと猫背を作ると腹筋に効きます。頑張れるよって方は肘をなるべく前に出すとより負荷が上がります。腰が反っちゃうと絶対ダメなので、しっかりね、おへそ覗き込んで腰を丸めて猫背を作って腹筋に効かしましょう。あと少し頑張って、あと少し、よーし、 OK。 そしたら上半身べちゃっと寝かせましょう。で、左足を右こっちに持っていきます。左のお腹の前面、ここが伸びてくれば OK です。上半身はべちゃっと寝かしたままですね。で、左のつま先を誰かに引っ張られてるイメージで斜め後ろにぐーっと持っていくと、左のお腹の前面、ここ伸びると思います。腰、肩が痛い方は絶対無理しないでください。で、いまいち伸びないよって方は一回戻して、上半身しっかり寝かせたままちょっと角度変えたりしてね、いろんな方向で試してみると、あ、この左のお腹の前面、股関節付け根、この辺が伸びるなって感覚が感じられる角度があるはずです。よし、 OK。 逆いきます。上半身べちゃっと寝かしたまま、右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面をストレッチしていきます。この右のつま先を誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと引き離していくと、お腹の前面伸びます。ただね、腰、肩痛い方絶対無理しないでください。で、呼吸はね、止めないようにしながら、やっていきましょう。でね、今ここまで頑張ってる方はもうその時点ですごいですよ。最初の1種目目で、ね、やめちゃう方もいるので、3種目目まで頑張ってる方は十分すごいです。で、この次の種目から上向きになりますので、スマホを持って上向きになりますよ。よし、 OK。 スマホを持って上向きになりましょう。スマホ見ながらやっていきます。まずは両足を持ち上げて自転車こぎやっていきましょう。なるべく高い位置で、普段動かさない範囲で大きく回しましょう。で、腰が痛い方、こう空いてる手をね、お尻の下に入れるとだいぶ腰への負担が減ると思います。こうやってお尻がね、床から浮くぐらい高い位置でやると、しっかり腹筋下っ腹に効いてくると思います。呼吸止めないで頑張れ頑張れ、きついきつい、呼吸止めないで頑張れ。きつかったらサボってもいいし、再生速度速くしたり遅くしたりして、やりやすいペースに変えても OK です。よし、 OK。 よく頑張った。ふう、ちょっとそしたら次、休憩ストレッチ。膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開きましょう。で、つま先を内外動かしましょう。股関節付け根からね、動かすイメージです。これはね、休憩ストレッチです。もうね、結構きついんで、間にね、休憩の種目ないとね、僕も含めね、ズボラな方々、なかなか最後まで完走できないと思うので、こうやって合間合間に休憩入ってますので、安心してください。呼吸を止めないようにして、きつかったら、各種目最後の10秒サボったりとかね、再生速度早める、遅める、しながらでいいので、最後までね、一緒に完走しましょう。よーし、OK。そしたらですね、持ってたスマホは床に置くか、どっか立てかけておきましょう。で、膝曲げて、両手は後頭部です。そしたら、手で頭を持ち上げた状態から腹筋です。しっかりお腹意識して。首の力使って持ち上げると痛いので、手で頭を持ち上げた状態で腹筋。お腹に効いてますか？そんなにしっかり起き上がらなくてもね、肩甲骨がちょっと床から浮くぐらいで十分です。腰、首痛い方無理しないで、ちゃんと手で頭を持ち上げた状態で、そっから腹筋です。頑張れ頑張れ。使ったらサボっても OK。 呼吸止めないで、あと少し、ラスト1回頑張りましょう。
っと腹筋意識して、よし、OK、頑張りました。ふぅ、そしたら休憩の種目いきますよ。左足を右、こっちにねじります。で、左膝床につけて、左肩、なるべく床に近づけると、お尻、腰、背中、この辺伸びてくると思います。これはね、休憩ストレッチなんで、そんなに無理にぎゅーっとねじる必要はないです。どうでしょう、皆さんついてきてますか？こうね、途中途中でコメント出てると思うんですけど、そうやってね、実際に痩せた視聴者さんの声見るとね、やる気になると思うので、それ見ながら、モチベーション保ちながら最後まで一緒に頑張りましょう。呼吸だけ止めないで。よし、OK、よく頑張った。逆に行きますよ。よし、右足を左、こっちにねじります。右膝床につけて、この右肩、なるべく床に近づける。右のお尻、腰、背中、伸びる感覚があれば、OK です。筋トレじゃないですからね、無理にギューッとねじる必要ないです。ゆるーく伸びてれば OK です。でよくね、ズボラストレッチどれぐらいの頻度でやったらいいですかって聞かれるんですけど、理想は朝昼晩、毎日朝昼晩やれたらいいんですけど、そんなのできないですよね。時間もないと思うし、めんどくさいと思います。だから僕は最低でも週に1回、最低週に1回できてればね、もう十分それは習慣化と言いますので、OK です。だからね、最低でも週1は一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次はですね、ちょっときついですよ。両手を後頭部でこんな感じで組んで、足持ち上げます。右肘で左膝タッチ。左肘で右膝タッチ。ねじる。ねじる。呼吸止めないでしましょう。頑張って。首腰痛い方無理しないで。ちゃんと手を使って頭を持ち上げてくださいね。ねじる。頑張って。きつかったらサボってもいい。肘と膝つかない方はね、できる範囲でいいです。頑張れる方は最後まで頑張って。呼吸止めないで。腰首痛い方絶対無理しないで。頑張れ頑張れ。腹筋意識して。あと少し。よし、オッケー。よく頑張った。きつい種目よく頑張りました。そしたら次、膝曲げたままでいいです。深呼吸しましょう。息吸って、限界までお腹膨らませます。もうこれ以上膨らまないっていうところまで膨らませましょう。限界まで膨らませたら、ゆっくり口から吐いて。吐いて、吐いて、吐いて。吐いて。吐きながらお腹へこませて。吐いて、吐き切って、お腹硬くなってれば OK。もう一回息吸って、限界まで息吸って、ゆっくり口から吐いて、吐いて、吐き切って、お腹へこませながら吐いて、吐き切って、よーし、OK、よく頑張った、すごい。そしたら次いきますよ、休みでいいですからね、膝曲げたまま。足持ち上げます。で、このまま足をね、なるべくこう、胸に近づける。前ももを胸に近づけるイメージ。ちょっとこうやってお尻が浮くぐらいまで上がるといいと思います。どうしても腰が痛い人、空いてる手をお尻の下に入れて、こんな感じでもいいし、一回一回足床に下ろして、上げる。足床に下ろして、上げる。これでも OK です。呼吸を止めないようにしましょう。頑張って。きつい。ラスト1回あげる。よっしゃ。オッケー。よく頑張りました。そしたら次、休憩の種目です。こう、膝曲げたままですね。右膝だけしっかり伸ばしきる。戻す。伸ばしきる。戻す。呼吸止めないでしましょう。しっかり伸ばしきる。戻す。これ伸ばしきることが目的なんで、スピードはね、重要じゃないです。しっかり伸ばしきる。戻す。きつい人は、こうやって低い位置でもいいです。しっかり伸ばしきりましょう。頑張れる人はなるべく高い位置で伸ばしきる。伸ばしきる。しっかり伸ばしきる。スピード競争じゃないですよ。しっかり伸ばしきる。呼吸は止めないで。きつかったらサボってもいいし、再生速度変えてもいいですからね。ラスト1回しっかり膝伸ばしましょう。OK。逆足いきます。しっかり膝を伸ばしきる。戻す。しっかり膝を伸ばしきる。戻す。しっかり伸ばしきりましょう。伸ばし切ることが目的ですよ。これね、なんで腹筋、お腹痩せの種目で、こうやってね、下半身の種目入ってるかっていうと、結局、下半身が硬いとか、もしくは、筋力がない、その状態で腹筋だけやっても、やっぱり代謝が上がらないんで痩せづらいんですよね。だから下半身もストレッチもうちょっと入れたいんですけど、ちょっとね、まあ、基本的にはお腹痩せメインなんですけど、間にこうやって下半身の種目も入ってます。頑張って。しっかり伸ばし切って、
あと少し。伸ばしきる。よし、オッケー、頑張った。そしたらみんな大好き、ズボラ腹筋いきますよ。両手でこの足抱えます。この状態で、反動つけて起き上がる。反動つけて起き上がる。これ首腰痛い人無理しないでくださいね。でね、起き上がれないよって人は、両手でしっかり足抱えて、ちょっとね、肩甲骨床から浮くぐらい。これでもね、十分腹筋使ってる感覚するはずです。これでも全然 OK です。これもきついよって人は頭を下ろしちゃってもいいです。ただ足抱えてるだけ。OK。それでも OK。よく頑張ってます。頑張れる人は、こうやって揺れて。で、この次の種目から、右向きに横向きになりますよ。スマホ持って右向きになります。右向きになってスマホは顔の前に置いておきましょう。で、右足は、ちょっとこんな感じ、体の前に出しておいて、左足をなるべく高く上げる。上げる。お尻の横も使うんですが、脇腹にもね、効いてる感じあるといいです。真上に高く上げる。で、頑張れる人は、ちょっとこんな感じでね、上半身起こしてやると、より脇腹効いてきます。きつい人はもちろん、こんな感じでも OK です。で、もちろんね、布団の上、ベッドの上でやっていただいてもいいし、枕ね、あった方が楽な方は枕使っても全然 OK です。やりやすいようにズボラにやりましょう。なるべく高く上げて、お尻と脇腹まで効いてきたら最高です。ラスト一回しっかり上げます。よし、OK。そしたら両膝曲げます。で、この状態で、膝同士、離す、戻す、膝同士、離す、戻す。このお尻の横の筋肉を使ってます。ゆっくりでいいですよ。スピード勝負じゃないです。お尻の横意識して、膝だけ離す。NG パターンは、上半身がこうやって後ろに倒れちゃうとね、NG です。こうね、上半身が後ろに倒れちゃう方は、結構ね、お尻の筋力不足とか、お尻の筋肉を意識して使えないって場合が多いです。だからね、上半身でカバーしてるみたいな。でもね、大丈夫です。ちゃんとこうやって手触りながら、お尻意識してやれば使えるようになるので、安心してください。一緒に頑張りましょう。よし、OK。そしたらですね、左手、後頭部に当てて、左肘と左膝タッチ。左肘と左膝タッチ。脇腹に効いてきます。首が痛い方は無理しないでくださいね。頑張れ。肘と膝、タッチ。タッチできない人はね、できる範囲で、OK。ゆっくり自分のペースでいいですよ。頑張れ、頑張れ。肘と膝タッチ。脇腹意識できてますか？ゆっくり自分のペースで OK。スピード勝負じゃないですからね。で、この次の種目から逆向きになりますので、スマホ持って寝返り打ちますよ。ラスト一回頑張りましょう。しっかり脇腹意識して、肘と膝タッチ。OK。スマホ持って寝返り打ちましょう。左向きになったら、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、左足前に出して、この上の右足を高く上げる。戻す。高く上げる。戻す。このお尻の横、脇腹使う感覚があれば、OK です。頑張って。きつい。なるべく高く上げるとね、脇腹効いてきます。頑張れる人は上半身を起こして、こうやると、きつい。脇腹、お尻しっかり意識して、あと2回いきますよ。上げる。下ろす。上げる。よし、OK。そしたら次は、両膝を曲げていただいて、膝同士、離す、戻す。膝同士、離す、戻す。空いてる手をね、こうやってお尻触って、お尻の筋肉、あ、使ってるな、動かしてるなって感覚があれば OK です。膝は90度ぐらいがね、いいと思います。呼吸止めないようにしましょう。NG パターンはさっきも伝えた通り、こうやって上半身がね、動いちゃうと NG です。上半身固定して、膝だけ離す。呼吸止めないようにしましょう。頑張って。使ったらサボってもいいですからね。サボってもいいし、再生速度早めたり遅めたりしてもいいです。よし、OK。引き続き左足前に出しておいて、右手は後頭部です。で、右肘と右膝タッチ。右肘と右膝タッチ。頑張って、脇腹しっかり意識して。はぁ、きつい。頑張って、頑張って。呼吸止めないで、自分のペースいいですよ。スピード勝負じゃないですからね。首腰痛い人は無理しないで。脇腹なるべく意識して、頑張って頑張って。
もうね、ここまで頑張ってる時点でね、皆さんめちゃめちゃ頑張ってますからね、途中でやめちゃう人いっぱいいますから、ここまで頑張ってる時点ですごいですからね。ふ、頑張れ頑張れ。ふ、きつい。この次の種目から、もう一回うつ伏せになりますので、よし、OK、スマホ持ってうつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横ついて、もう一回上半身ぐっと反らします。腹筋のストレッチです。腹筋たくさん使ったのでね、腹筋しっかり伸ばしていきましょう。腰が反って痛いよって方は、肘ついてちょっと顎持ち上げます。これで腹筋伸びてれば OK です。どうでしょう、皆さんついてきてますか。で、この動画ね、再生速度変えてもいいって話したんですけど、再生速度変え方わからないよって方は、概要欄にね、YouTube の再生速度の変え方ってリンク貼っとくので、ぜひ見てください。OK。そしたら上半身、べちゃーっと寝かせましょう。で、左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここ伸びてれば OK です。上半身はしっかり寝かしておいてくださいね。上半身がこうやって浮いちゃうと伸びないです。で、左のつま先は誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと持ってくると、左のお腹の前面伸びてきます。腰肩痛い人は無理しないでください。結構ね、これ難しい種目なんで、うまく伸びないなーって方はね、ちょっとつま先を誰かに引っ張られてる意識強くしたりとか、上半身しっかり寝かせてみたりとかね、いろんな角度試してみてください。あ、この角度伸びるっていうのがね、見つかるはずです。よし、OK。逆いきますよ。上半身べちゃっと寝かした状態で、右足を左こっちに持ってきます。で、つま先誰かに引っ張られてるイメージで、斜め後ろにぐーっと持ってくると、右のお腹の前面伸びてくると思います。腰痛い人無理しないでくださいね。この動きでね、腰が痛い人っていうのは単純にね、ヘルニアとかじゃなければ腰の筋肉硬いだけって可能性が高いです。で、僕のね、チャンネル再生リストで腰回りの筋肉の再生リストの動画とか作ってますので、ぜひそれでね、腰回りのストレッチやってあげると腰がね、痛む方はいいと思います。よし、 OK。 そしたら一度四つん這いになりますよ。スマホはね、見やすいように床に置いときましょう。こんな感じで四つん這いになりましょう。そしたら、まず猫背作ります。おへそを覗き込むようにわざと猫背を作る、ゆっくり反らせる。おへそを覗き込むようにわざと猫背作る、ゆっくり反らせる。これ繰り返していきましょう。しっかりおへそを覗き込む、ゆっくり反らせる。腰肩痛い人無理しないでくださいね。自分のペースでいいです。膝が痛いって人はね、膝にクッション引いたりとか、柔らかい布団の上とかでやるといいと思います。スピード勝負じゃないですよ。ゆっくり反らせる。おへそ覗き込みながら丸める。よし、オッケー。そしたらいきますよ。みんな大好きなマウンテンクライマーって種目。こうやって四つん這いになりましょう。で、この状態で前ももをお腹に近づける。ふう。しっかり前ももをお腹に近づけると腹筋に効いてくるはずです。頑張って。ふう。頑張れ頑張れ。きつい人サボりサボりでも超ゆっくりでもいいです。頑張りましょう。で、余裕ある人はこうやって飛んでもいいですけど、周りの近所の迷惑にならない程度にやりましょう。これぐらいね、ゆっくりでも十分効果あります。手がきついよって人はね、手を前につくときついんで、なるべく手をね、体に近いところでついた方が、手とか肩に負担は減ると思います。頑張って、あと少し。きつい種目これで終わりです。よし、よく頑張った。ラスト1種目いきましょう。もう一回上半身べちゃっと寝かして、両手をね、耳の横ついてぐっと上半身反らしましょう。腹筋たくさん使ったので腹筋のストレッチです。腰が痛い方は肘ついてちょっと顎持ち上げる。これで OK です。これ僕がなんでこんな腹筋のストレッチたくさんやれるかというと、腹筋の柔軟性がないことで、お腹痩せない、くびれないって方すごい多いんですね。だから腹筋の柔軟性つけることもそうだし、筋トレでね、使うことも両方必要です。で、この動画でね、物足りないよって方は追加のストレッチ概要欄貼っておきますので、ぜひこのまま続けてやってみていただければと思います。あと最近ね、ボイシー、LINE アット、インスタ、ツイッターでやってますので、ぜひそれも概要欄からフォローしていただけると嬉しいです。OK です。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃない。よく完走しました。もしね、この動画があったらチャンネル登録、高評価いただけるとすっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。